サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、元師匠の美咲と、デザイナーの多田と、ウェブトゥーンの編集をしている林です。どうしたんですか？言葉に力がないですよ。なんで、もうめちゃくちゃバッドバイブスなんですよ。なんかあったんですか？詳しく言わないけどね、なんかずっとある。ずっとある。いろんなものが折り重なって。そう。急になんかあったとかじゃなくて、積み重なった何かが積み重なってますね。削れていってるわけだ。そうそう、職場の雰囲気もなんか悪なってるしなんかうまいこといかんしで、なんかやる気、そうね、やる気がないを、っていうよりも本当無気力に満ち溢れてる感じ、うおーって感じで、無気力にいかん、まあ、っていう感じなんですわ。はい、今回はね、そんな林さんの、やる気が出るような、漫画を僕らが提案するっていうね、そういう会を、やりたいなと思います。頼みますミミズくんのおじいちゃんです。あ、そうですね。まあそういうことだよね。そうですね。はい、3回前ぐらいのね。はい。はい、で、まあ、改めて今回はですね、雑談会ということで、バッドバイブスの林さんのやる気が出るようになる、そういう漫画を提案する会という感じでやっていきたいと思います。そもそも人のやる気を出すってどういうことなのか。ああ、だいぶ根本的な。それ極めて難しい。難しいですね。本当に。はい。でね、僕やっぱり、まずは、インターネットで検索しました。大事です。情報収集大事です。モチベーションが上がる、スペース漫画。ああ、大事ですね。大事です。そうすると、結構出てくんだよね。で、これマジで、今結構こういうリスト化して、まあ、例えばそれで、なるほどね。アフィリエイトにするとか、そういうことをやってんのね、あらゆるジャンルで。で、例えばだけど、厳選、絶対にやる気が出る漫画おすすめランキングとかね。ランキング化されているの。そうなんだよ。それは1位とか気になりますね。はい。で、仕事のモチベーションが上がらない時に読んでほしい漫画10選とか、モチベーションを上げたい時に読んでほしい漫画5選。これがもうずらーっていっぱい並んでんの。選べますね。で、じゃあどういう作品が提案されてるのか。で、これ結構被りもあるんですけど、で、思いもよらないものもあって、で、単純に俺が読んでないから分かんないものもあるんだけど、例えば、ブロンソン作、池上良一がサンクチュアリ。サンクチュアリ。俺これ読んでないんだけど、そういう漫画なの。どうだろう。野望が持ちたくなるかもね。まあね。なるほどね。あとは、カッピーさんの左利きの絵。で、これカッピー原作、二風二三漫画っていう形でね、リメイクもされてて、そちらがね、結構売れてもいるんじゃないかと思うけど、とか、あと小山中也、宇宙兄弟、石塚真一、ブルージャイアント、ジャズのでしたっけ？そう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 。それから眠むようこ、午前3時の無法地帯。俺これ読んでないんだけど。あ、でもタイトル聞いたことあるけど、そんな。なんかね、これパチンコのなんかこう、そういうなんかデザインかなんかやってる会社の話かなんかして、全然思いもよらなかったんで、へーって思っちゃった。それから大場つぐみ作、小畑武史がバクマン。これなんかいいんじゃないですか、漫画編集者の話も出てくるし。いや、ちょっとなんかバクマンキラキラしすぎるから。なるほどね。すげえやつらのすげえ話だからね。こんななんか末端からしたらもうなんかエベレストの話されてもねっていう、だいぶなんかやさぐれ感がちょっと漫画の天才2人組がみたいな感じでした。そう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 。まあ子供の頃からね、同級生でみたいな。まあでもこんなことを言われた時にどうやってやり出しちゃうのみたいな、スーパーサイダー道みたいな話も出てくるわけだよね。ちょっとまだ続けるよ。関谷哲司、バンビーノ、曽田正人、めぐみの大吾、竹富健二、鈴木先生、雪村誠、プラネテス、岡崎まり、サプリ、海の地下、3月のライオン、原作伊坂幸太郎、漫画大菅めぐみ、魔王ジュブナイルリミックスでいいのかなこれ、とかね。あと新海秀夫、ソウルキャッチャーズとかね。もう知らない漫画も結構出てくると思うんですけど、最後のはジャンプでやってたから俺知ってるけど。なるほどね。はい、ということでね、いろんな漫画が提案されていたりしております。勉強になる。そうだよね。はい、まあそしてだから本当そもそもやる気が出るね漫画やる、どうやってやる気出すのか。ポジティブな作品、単純にそういうのとかさ。何がよみたいな、そのどうそんなあれもヒアリング大事だったりはシャブみたいな感じ。ただ私たちは今回ヒアリングなしで、そうね、もう手駒を用意してきているので、ね、はい、でも疲労がポートなくなるみたいな。はい、なんかさっきでもランキング系って思ったんですけど、でも一瞬ね、なんかそんなみたいな思ったけど、でも左利きの例は確かになってね、面白いし、熱いよなっていうのは意外と熱いのがいいんだ。いやでもなんかあれはなんかでもなんか仕事そうだろし、あれも天才の話でもあるけどな。主人公凡人だからいいんだよな。天才ばっかで。でも秀才だぜ。確かにな。能力すげえ高い。あ、でもな、左利きがいればな、好き。なんか、昔パワハラの上司がいたっていう記憶と合致するから、主人公と。個人的な部分で。まあだからそういうので言ってさ、やっぱ自分と同じような境界みたいなものが提示されてるのも結構重要な気がするよね。なるほどね。うん、でそれで思ったのはやっぱりまずは編集とかさ漫画作りの話だから、うん、その時俺が思ったのは、宮崎勝原作吉本浩二作が「ブラック・ジャック創作秘話」うん、手塚治虫の仕事場からとかね、うん、いいかなとか、あとは松田直子重版出退、うん、土田正樹編集王とか、うん、この辺はなんかこうちょっとネガティブな言葉を前林さん言ってたからね。あ、そう。あ、言ってたっけ？あれ、眩しすぎるわみたいな。そうそう、重版種といえばそう、眩しすぎて。つい最近完結したんだよね。そうですね。ああ、見事に通ってたっていう感じで、僕は読んでますけど。なるほどね。まあなんか豆知識として重版種っていて、韓国でドラマ化してるんですよ。リメイクドラマ。ただウェブトゥンなんですよ。それが。さすが。で重版っていう概念がないから。どうすんの？なんかそのウェブトゥーンの世界に変わってるんだ。そう。ウェブトゥーン会社に、その、柔道家の子が行くみたいな、オリンピックは諦めた。でもそこは一緒なんですよ。でもなんかあんま人気なかったらしいんですけど、今日のウェブトゥーンってタイトルだったと思います、確か。確か Amazon とかで見れるんじゃないかな。でもなんかそういうのも今展開してるんですよ。面白い面白い。これ、豆な。どうやってた。なるほどね。まああとはね、逆に全く違う境外の話をするっていうのも、そっちの方がいいかも。あ、そうなん。左利きのエレンはほら、広告業界の話だったり。あ、そうだね。だからさ、なんかこう、今日もしかしたら誰か持ってきてたらごめんねって感じだけど、柘植義治の無能の人で石売る話とかね。好きですね。私読んだことないかも。あ、本当？いい作品ですよ。いや、なんか元気が出るかどうか知りませんがね。ダウナーだね。そういう両方もね、あるかもしれない。あとは現実と無関係な高等無形な話とかさ、あとは無我の境地みたいなのでさ、例えばメビウスの B 砂漠の40日間とかさ、チャクラが開く系の漫画、そういう系。仕事やめない？大丈夫？なんか違う方向に可能性もある。はい、まあね、そんなことをちょっと思ったんですけど、まあどうなんだろうね。まあで、あとちなみにサンデー漫画クラブでも僕ら150ぐらいやってますからね。いろんな作品を取り上げていて、モチベーション上がりそうな漫画っていうことで言うと、エピソード32の稲垣理一郎原作、池上隆一作がトリリオン系のね、まあまさに林さんから出てきたもので、だいぶアッパーの漫画でしたね。アッパーな、確かにな。そうね。はい、あとは漫画ってことで言うと、エピソード51と109の松本太陽東京日頃、これ林さんっていうね、編集者が出てきます、ね、スーパー編集者、そうスーパーはへこんわはい、あとはね、エピソード68ソンアラムテグの夜ソウルの夜ね、まあ、これも林さんだったかな。いい漫画でしたね。推薦どうだっけ？違ったね。林さんだった。あ、俺か。そうだよ。で、私がめっちゃ好きって言った。あ、そうかそうか、そうだったか。はい、ですね。それから、あとは75の松木一家さん、日本三国。これ俺が大好きなんでね。でも日本三国は確かに元気出ますよね。出るよね。いいよね。出る。なんかこう、正論をビシッと言うとかかっこいいよね。まあ3巻まで。だからなんかその、なんつうかね、義がある人が成功する話っていいよね。いいよね。義がある。ほんとほんと。助け立ちいたすって感じじゃん。それが漫画だよ。ジャスティスも重要よね。あと、クソ野郎をぶっ倒すっていうのもいいよね。本当に。なんか。このクソ野郎、この後どうなってひどい目に遭うか。そうそう。黒い欲望も必要だよね。そうですね。最高の位置は、日本三国。もうちょっとだけ言っとくと、エピソード112の吉本浩二さん、ルーザーズ。日本初の週刊青年漫画誌の誕生とかね、漫画が元気だった頃の話とかっていいんじゃないですか。あとはエピソード119、原作カルロゼン、漫画副題組、明日の明日どっちか分かんないけどの敵と今日のアクションね、これ林さんだった、ね、明日的ね、明日的、はい、でそしてエピソード120水上聡さんの水上聡の漫画作動、これは俺の提案だったけど、これもね、うん、漫画っていう言葉は、ね、はい、っていうのとかもあるよっていう話をね、ちょっとまずしておきたいと思うんですけど、いろんな考え方があるねえ、どうですか、どうしたら元気が出る天才林の元気が出る漫画今絶妙にモノマネをしてくれてる太郎さんが映らないけど首を回しながら、うん、今の話聞いたらなんとなくなんか無能の人をちょっと読んでみようかなってそっち側じゃ石を売るマジで、そうか、今アマゾンで、早速文庫とか普通にね、買えると思うし、あと全集とかも出たかもしれないね、ここ数年でね、知る方面で、とりあえず今回ね、僕らが勝手に林さんこれ読んだらいいんじゃないっていうのを持ってきたんですけど、誰からいきますか、みんなで構えながら毎回そうですけど、原さんはこの後にまだあるんですか、どういうことですか、今のは僕の提案じゃないからね、すごい雷の音が、まるで私の未来を象徴している、いいですね、バッドバイブス、バッドバイブスになってますけど、一冊持ってきました。今のは僕の提案ではないです。じゃあ私から行かせてもらっていいですか。美咲さんから。ですね、ちなみにこれ私たち何の打ち合わせもしておらず、何もしてない。で今持ってきたものをみんな今机の上に出そうとしております。見ちゃ面白くないしねっつって、じゃん、サンクチュアリです。すごい、すごいゴッドアングル、サンクチュアリ、しかもなんか帯とかさ、新装版が出ました。あ、そうなんだ。はい、サンクチュアリ新装版が出ましたということで、志村翔先生原作、池上良一先生作画のサンクチュアリです。俺読んでないけど意外なの来ましたね。はい、これは2人主人公の方がいて、1人は表で政治家1年生を目指すっていう人、もう一人は裏稼業に入っていく。実はその二人は幼い頃から苦境を越えてきたという絆があり、じゃんけんをして、お前は表、俺は裏から日本変えてこうぜ、作ってこうぜ、じゃんけんだ。そこポイントなんですよっていうのを書く作品なんです。でこれが1990年が確か連載で、95年に終わってたかなと思うんですけれども、それくらいの時期なんですね。なのでもうなんていうか、ぐいぐい世の中登っていくみたいな時に書かれた物語っていうのはあると思います。でお話としては日本の政界を舞台にしつつ、政界、表は政界、裏は裏稼業の世界をそれぞれに工作しながら日本をこう変えていくみたいなところを描く、ものすごいエンターテインメントなんです。はい。ただこのエンタメの書きっぷりが本当に当時の90年代の昭和ですよね。90年代って昭和？いやでも80年代くらいのなんかこう感じてるので、当時はもしかしたらちょっとやっぱり生々しさとか、なんか時代感みたいなのがあったかもしれないです。で、ただ私はだいぶ後になって読んだので、もはやこう一周回って、でなんか生々しさが消えた、なんていうかエンターテインメント性だけが残っているというふうに私は感じました。トリリオンゲームじゃないの？そうなんです。もっとなんていうか時代を感じる感じの、もうあらゆる感じの書き方がそういう時代を踏まえた当時のっていう感じなんですけれども、それでもあるのがなんて言うんでしょう、派手なそうくるみたいな物語がぐるぐる変わっていく、はったりがね、そうですね、面白さで、そこに乗ってくる池上先生のとにかくかっこいい男、もうそのとにかくかっこいい色気ムンムンの男はね、本当にそうなんですよ、本当かっこいいんですよ。で間違いのない絵ですよ。どれを撮ってみ、コマの1個撮ってみても、倒れるとこ描いてみても間違いのない絵、そういうかっこよさ、けれんみのあり方みたいなのが混ざって、かつエンタメとして世の中変えていこうぜみたいな高等無形さも含んでやっていく構成とかもあって、そこに来る時々ドンってくる決めの池上先生の絵にこう決めなセリフバンみたいな、そういう原作と作画が合わさった力みたいなのをサンクチュアリに感じて、今読んでも私は面白いと思います。ただこれなんか割とビジネス系の方とかが、うん、なんていうかその、ね、世の中作っていく、うん、若くから作っていくための、うん、心のこう支えみたいに思う方もいらっしゃるみたいなんですけど、私はどっちかって言ったらもっとエンタメ的な面白さで思っているので、うん、このグイグイエンタメで、うん実は世界情勢とかも踏まえているのでちょっと重いテーマも入るんですよ、でそういうところをエンタメその裏稼業とかっていうエンタメとして書き切ったり正解っていうところの書き切ったりするあたりがどうだろうか、人によって乗れるか乗れないかわからないけど面白いと私は思ってます。結構長いの？割と長いですが、ですね、はい、でもこういうサイズだと前ちょっとちっちゃいサイズので出ててそれが8巻かなくらいの8、9くらいでやったのでそんなにものすごく長くない、密度は結構ありますが、この新装版、はい、キリン川島さんが、ね、今でも、ね、川島重版って言われるぐらい、川島さんが押したら重版されると今漫画の番組からもやってんじゃん、もうされてますね、とねいうオプラウィンフリーみたいなことになってですね、言われております。いやでもこれはなんかね、読まなきゃと思って読めてなかった本なのでちょっと嬉しい、はい、とにかくずぶとく生きよっていう気持ちになりますなるほど、はい、いろいろあるけれども、はい、なるほどね。でこれで仕事のモチベーションが上がるかどうかは分かりませんが、はい、ずぶとく生きよう分かりました。大事。でも今のシーンね、多分大事、ズボトさん。なるほどね。ありがとうございます。トリリオンゲームの時もそう思ったけどさ、うん、なんかこう当時すげえ超イケイケの、うん、まあ、90年代とか80年代とか、うん、その時にまあね、なんかこうなんだっけ、池上さんとか、うん、やっぱ活躍してたわけじゃないですか、うん、そういうそれがさもう、うん、失われた30年とか言われるような時代に、こうやってまたね、キラキラした感じ、そう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 、ね、出てくるのはいいよね。ギラギラしてますそういうパラ読みしてるんですけど油乗ってんね、すごいですよ、ギラギラ男たちが、はい、油乗ってんね、はい、すげえサングラスだもん、うん、すげえサングラスだね、はい、確かにそうね、はい、濃いめのなんか元気が出る中華みたいなね、濃いめの味付けとね、そういう感じあるかもしれない、はいはいはい、実際林さんには読んでいただいてね、そうですね、そうですね、感想の方もぜひぜひっていう感じですかねはい、はい、次は多田さんいきますか。じゃあ僕いきますか、はい、結構すいません、僕いつも推薦図書をサボっててあれなんですけど、まさか難しいですね本当に。でも今回もジャリンコ知恵参加言おうと思ったんですけど、そろそろ怒られるんでいろいろ考えたんですよ、はい、林さん筋肉マンが好きとか言ったんですけど、これは戦いラーメンマンかなとか言って確実に好きなところから出てるね。でも読んでるかもなみたいなね、いろいろ考えて全然もう思いつかなくて、まあ俺の漫画を読んでる量は少ないっていう問題もあるんですけど、ちょっと家にあった漫画2冊持ってきたんですよ、どっちか好きなやつをっていう、これは読んでるような気もするんですけど、これ面白いですよね、あとキロテやな、ペネロプ・バジューのキロテね、キロテっていう、まあ、歴史上のその何ですかね、女傑15人でみたいな、その何ですかね、女性の偉人の何ですか、豪快なって言い方はあれですけども、それぞれなんですか、独自の生き方を貫いた女性の生き方をなんかすごいかっこいい感じのおしゃれな感じの絵で、なんていうんですかね、軽妙な感じで読ませるたちの、これ俺はすごくいい本だなと思って、とってもいい本だと思う。もう続編がねもう一冊出てますけど、出てますよね、緑っぽいやつ、なんか続けて読まなきゃいけないものではないんで、そうですね、それ一冊からで絵がすごくいいし、読んでないですね、あマジで、それはすごくいいよな。あ、じゃあそれをぜひおすすめもう一冊はこれはあったんですけど、大友克洋の「さよなら日本」っていうのがあるんですけど、これもなんだか知んないけどすごく好きな漫画で、なんていうか事あるごとにこうなんとなく読み返しちゃう漫画で、なんていうんですかね、読み返した後にこうカラッと気持ちのいい、なんですかね、大陸の風が抜ける、前いた林さんの描くところの何でしたっけ、サンフランシスコの風なんか言ってたね、そうそういう感じのなんか抜けのいい気持ちのいい漫画ではあるんですよね。いやもはやだから日本を捨てろとさよなら日本だとまあそういう気持ちも込めてかどうかわかんないですけど、そういう意味ではなんていうんですかね、結構なんか貧乏な空手家がニューヨークに行ってみたいな話とか、うん、まあいろんな話があるんだけど、なんか苦しいは苦しいなりになんかなんていうんですかね、気楽な感じの空気が漫画全編に漂ってて、はいはいはい、読んでるとすごいなんか楽しい気持ちになるっていうか、うん、感じの漫画で僕はすごく好きなんで、大友さんの中ではかなり好きな漫画かなと思ってるんで、これでもなんかめっちゃ、うん、年季入ってるってそうそう、なんていうかオリジナル版ってことですかね。キャロテが割と最近で、割と最近って言っても2017とかじゃないですね。割と最近ですね、うん、言っていいです。そう、綺麗な状態。日本って単行本出たのいつでしたっけ？多分80年代結構最初の方じゃない。82年。82年だよ。ああ、早いですよね。うん、でもまあうちに置いてあって、それで子供の時とか読んで、あ、この漫画すごく好きだなと思ってって、何版かだよね、多分80何年もう少し後に出てる。そうですね、82が、第初版で、ね、85年にもう16刷りされてます、ね、うん、ああ出てますね、すごい、うん、まあだけど読んで、もうそれ以来なんかでもこだわるごとにちょいちょい読み返して、やっぱりなんてこっちの成長とともに読み味が変わっていく感じのこう深みのある漫画だなと思って、面白そう、ということで、まあどっちかを選んでもらおうと思ったんですけど、はい、はい、林さん的にはどうでしょう？でもさよなら日本かな、あ、本当？じゃあよければさよなら日本、もし読んだことないのならば、うん、今やね、大友さんの全集が出てるところだけど、全集入ってんのかな、もう出てんのかな、ちょっと分かんないけど、ね、まあいずれ入ると思います、ね、うん、はい、選んだ理由としては、ええ、このキロテはちょっと眩しそう、うん、眩しそう、今の私には、ね、そうです、ある意味その頑張って成功というか、ね、こんなに恵まれてない中、ガッツで成功したのに、うん、私はそれに比べて俺たちはそこまででもないけどね、そこまででもないけどね、うん、でタイトルがさ、そのキュロテって書かれて副題なんだっけ、世界の偉大な15人の女性たちてかっていう風になってんだけど、うん、そもそも元のタイトルフランス語違うのよ、ニュアンスが向こう水な女たちっていう、そういう感じ、そうキュロテってそういうニュアンスなんで、だから今言った俺のその世界女傑伝って言いましたけど、うん、そういう感じのなんか気持ちよさはあります、ね、うん、豪快だな、うん、こいつら、そう豪快だとか痛快だとかさ、うん、で女じゃないやつも入って、あ、違う、女じゃないやつっていうか、それか性別の転換をした人が入ってるのと、ね、はい、それからと、一番最初の話なんてヒゲ女の話だよね、ヒゲ生やした女の話だった、それぐらいなんで、すげえいい話だけどね。そうですね、この話すごい好きです、うん、なんでまあこれも興味があったら後で、ね、うん、読んでみてください。私すごい迷ったのが、うん、キュロテ・ドゥは読んでます、うん、あ、読んでるの、じゃあ1読まなきゃダメキュロテ・ドゥもいいけどね、キュロテ・ドゥはだからあれこれ読んだことあると思ったけど、さっきちょっと内容見て違うわと思ったけど、うん、これドゥってこれアンドゥトロワのドゥか、うん、そう分からんよ、分かんなかった、ドゥって言われたからそっかじゃあまあ全く新しいっていう意味では、うん、さよなら日本いいじゃないですか、うん、ドゥはなんか女ジャーナリストの話がかっこよかった、ね、そうとか、なんか、ね、確かなんか女だらけの要領みたいなのを作ったとかがいた、あったわそうレズビアンかなんか、そっかそうだね、はい、だからフェミニズム文脈の中でもすごく重要な本の一つだけど、そうでしょうね、うん、本当そうだと思います、あ、そっか、ワンがあったんだなそれは知らなかったですなんでやねん、そうですよね、前後がなくても別に何の違和感もないくらい本として単独で成立してるから、1の後に2があるとも思わないし、2を確かに見ても1がなくても全然読めちゃう感じはありますね、うん、それぞれ単独でね、1はトーベ・ヤンソンの話とかも入ってる、ね、あります、うん、トーベ・ヤンソンね、また絵がすげえそっくりでいいんだよね、いいよねこのトーベ・ヤンソンとか、うん、確かにキャラクターもいい感じで好きなんですね、うん、ドゥも面白いので、ぜひキュロテ・ドゥの方も、うん、気になった人は2冊ちょっと読んでみると欲しいな、そうですね、全然読んでも重くないんで、あ、そう、うん、はい、それも本当そうですね、はい、じゃあ僕はさよなら日本でお願いします、はい、僕なんですけど、僕はねこれも読んでる可能性あるかなと思いつつ、ロビン西のマインドゲーム読んでる、出ました、ね、映画は見てる、アニメの方ね、あ、じゃあ漫画は、ね、逆に俺アニメの方見てないけど、アニメも素晴らしいんだろうなと思いつつ、漫画も本当に素晴らしい、漫画は別で読んだ方がいい、熱いけどね、すごいこれ何版っていうんですか？なんかもともとね、これちょっとそこの話すると、マインドゲームはもともとコミックアレっていう雑誌に載ったのよ。でそれマガジンハウスがやってた雑誌で、俺は全然記憶もないし読んでもいない。その1995年の1号から96年の3月号までに載って全3巻で出たんだって。それが一冊にまとまったのがそれで、で2004年に映画をやるのよ、アニメを。でその2004年にその飛鳥新社からその合本版が出た。なるほど。で俺そのタイミングで初めて知って、読んだんだけど、で650ページもあります、うん、熱いですね。俺も出たーって感じだった。コロコロコミックかと思いましたもん、今本誌の方ね。そうそうそう。多田さん元のやつも知ってたの？いや、ネタとしては知っていて、あ、そうなんだ。ちゃんと読んだことがなくて。あ、なるほどね。おーみたいな。結構話題になったよね、出たとしてね。出ました、なりました。まあこのね、見た目ですしね、本もね、本屋にこれが積んであって、うおーみたいな。で物語の舞台大阪なんですよ。で主人公は西なんですけど、ロビン西さんの西なのか分かんないですけど、漫画家志望の青年なんですね。で、彼まだ若くて、これから大学に行きたいみたいな感じの、だから高校出たぐらいなのかちょっとよく分かんないけど、年齢設定は。で、ある日幼なじみで初恋の相手のみょんちゃんと再会するんです。で再びなんかこう恋心が芽生えてしまうっていうかね、なんかそんな感じになるわけですよ。で、そのみょんちゃんと一緒に、みょんちゃんの父親が経営している焼き鳥屋さんに一緒に行くわけですよ。ところがその父親がろくでもないやつで、ヤクザから借金したりとかね、ヤクザの恋人を寝取るみたいなことを、そういうことをしたわけです。で、ヤクザから恨みを買って、なんかこう詰められるわけですよ、ヤクザが2人やってきてね。そのドシュラバみたいなところに西君やってきて、その中で巻き込まれて、殺されるわけです。ひどい死に方。ひどい死に方だよ。考えうる限り最悪の死に方をしますね。で死んだ西君はですね、天国みたいなところに行くわけですけど、そこで神様から、もう君これで死ぬからみたいなことを言われて、そこでね、なんかこうすがりついて、もう一回やらせてくれみたいな、そういう風になるわけですよ。で、神様がなんか OK してくれて、もう一回やり直せることになって、その本当になんかこうしょうもない姿になってるところからもう一回やり直しができるんですね。でそこで彼はもう一回死んじゃったっていうのもあってね、なんかこううまく、挽回して、そのヤクザを殺すみたいなことをするわけですね。人生やり直し。はい、人生やり直し。で、その、みょんちゃんと、さらにお姉ちゃんのやんちゃんがいるんですけど、これだからなんかこう、あれなんですかね、朝鮮系とかそういう感じなんですかね、朝鮮系なんですかね、名前が。ちょっとわかんなくて、全然そう取れます。それで、その2人を連れてね、ヤクザの車を奪って、逃亡してきます。まあ映画で見てると分かってるかもしれないですけどね。で、一行はヤクザに追われるわけですけど、大阪湾に飛び込むわけですね。で、その大阪湾に飛び込んだところで巨大なクジラに3人は飲み込まれてしまう。本当だよ。でそのクジラの体内で、ちょっとなんかこういろいろ冒険したりみたいなことがあるわけですけど、彼らにある年配の、おじいさんがね、近づいてくると、彼はなんと30年間クジラの中で暮らしているわけですね。絶対おじいさんじゃないですね。で果たして、一行はクジラの中から、出ることができるのか、再び平穏な生活を取り戻すことができるのかみたいなね、そういう、物語になってるんですけど、一度死んだ人間のね、人生やり直しみたいな、もう林さんも言ってみれば死んだも同然ですよ。もう抜け殻。そんなにもうリセットしたつもりで、そういう意味でね、同じ境遇ということで、共感して読めるんじゃないかなっていうところと、それからとね、この冒険がマジデタラメなんですよね。これ漫画としてはデタラメで最高なんで、漫画の楽しさにあふれてます。いや本当に最高な超ポジティブな漫画なんで、痛快漫画。そういう意味では痛快さという意味でね、ぜひ今読んでおく価値があるのかなと。で、クジラの中でね、その西君が言うちょっといいセリフがあって、付箋貼ってありますけど、ここを地獄とするも楽園とするも僕らのマインド次第っていうね。そういうちょっとね、名言が結構入ってんのよ。そういう意味でも最高なんで、漫画のね、編集者としてちょっと今なんかこうダウン的なダウナーな気分になってるのかもしれませんけど、漫画はやっぱ最高だなっていうね。それを取り戻す意味でも、今クジラの中です。そうですね。本当だよ。そっか。林さんのマインド次第だ。そうだね。文脈上はすごい納得している。それは本当にそう。これね、今でも古書が結構上がってて。あ、そうなんですか。電子あんのかな、ちょっとわかんないけど。検索しちゃおう。4000円ぐらいになってるんだ、さっき俺見たら。まあ、たまたまね、ブックオフとかで見つけたら安いと思うけど。で、すぐに検索できないからね。ググった方がいいよ。ロビン西マインド。確かにこれね、やっぱアマゾンのあるあるで、まあ、確かにその後出たとは聞いてないです、ね、聞いてないよね、うん、でもこれ結構重版かかったりしたんじゃないかなって想像するけど、本当だ、4000円ぐらいする。ああ、マジか。そうなんだよね、なるほどな。全然貸しますんで、ね、うん、ありがとうございます。なんか三者三様、なんかそれぞれ違うのが来た。いや、みんな渋ない結構。だからキュロテンって可愛いの入れたい、ね、確かに。あ、そういうバランスを考えたんですね。割とパンチの重いのをそう、ね、ダウンになってる人にはパンチの重いのをみんなぶつけてきましたね。いやでも、いやでもさすがだと思いました。最近のそこら辺のやつじゃなくて、いやでも面白いな、なんかとっておきの、うん、そう、なんか絵面が面白かった。こう美咲さんがこう、サンクチュアリーみたいな。俺もビビりました。まさかのみたいな。そうですか。いや、私は全然あんまり下調べしなかったので、世の中にこんなに支持されていることで、まあもちろん名著なんですけれども、そうか、俺も読んでみたいな、サンクチュアリー。あ、ぜひぜひ。じゃあ次ですよ。取り上げるサンクチュアリーを。そうじゃなくて、読み終わったら貸します。そう、関数があるのがね、めんどくせえなって思っちゃう。関数野望の王国とかと一緒にね。そうですね。元気が確かにな。でもなんか元気出そうなのサンクチュアリーな感じするな。あ、そうね。でメガマインドゲームは映画すっごい好きだったんですよ。あ、そうそう。だいぶ知ってるからね、すでにね。割と最近見たんですけど。あ、そうなの？そうなんですよ。なんかおすすめされて見て、いやめっちゃおもろいなこれみたいな。なんか吉本のね。そうなんですよ。芸人がこうやってで今。パラッと見たんですけど、エンディング違うと思う。あ、そう。映画の方って、ここいい、ここで終わりって感じのところで終わるんですよ。で、それの切れ味がすごくいいから、私は好きなんですけど、なんかその違いが多分あるっぽいんで。うん。変えてるところが変わってると思うんですね。あ、そうなんだ。ちなみにマインドゲームの監督されてる方って最近だと犬王とかされた岩佐さんですよ。奥付けにお名前ありません？そう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 。なんかねコメント寄せてんの。あ、なるほどなるほど。じゃあもう当時からそういう風に作品になんていうか興味おありというか。あ、まあ実際その監督をしたっていうこと。アニメはもう同時進行だった？いや、アニメが出た時にこの本が出たんですよね。あ、なるほど。同時総画っていう意味で。名前が書いてるんじゃないかな、クレジットされてるんじゃないかな。なるほど。いやでもね、湯浅さんも次スコット・ピルグリムですからね。あ、そう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 。11月。あれはだからネットフリックス。スコピル。みんな大好きスコピル。スコピルね。いやでも残念ながらだから今日本語版は。もうなんか古本でしか手に入んない。それはしょうがないから。しかもだってビレッジさんそうですよね。だからね、そっか、そういう意味ではもう絶版中の絶版。そうかそうか、そうなんや。3冊。いや、実写も面白いしね、スコット・ピルグリムは。またね、別のまだそんな売れてない頃のクリス・エヴァンスも出てくるし、キャプテンアメリカも出てくる。なんかだから今回のアニメはその実写の人たちに声当てるって。じゃあ双子も日本人の。あ、ちょっとそれは知らないけど。結構なね、豪華キャストになりますよね。すごいな。で書いてた気がするな。そっか。いやでもなんか人におすすめされると元気出るな。もうこれで解決みたいな。読んではいないけど。はい、実際ね、林さんには読んでいただいて、読んでいただいた暁には、まあ本編でやるのもね、あれなんで、なんだっけ、オフトークとか、オフトーク的なやつで、そうそう、YouTube とかでそういうのアップしたいなと思っております。果たして元気が出るのか。そうですね。またなんていうか難しかった場合は手を返しなおかえ私たち頑張りましょう。もう出ねえよ。これじゃなかったんだなって。もっとヒアリングじゃしてくださいよ。リサーチを重ねて大変だな。はい、そんな感じですかね。はい、今回はバッドバイブスな林さんのやる気が出るようになる漫画を提案する雑談会を行いました。次回なんですけど、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。はい。元気になってる。もう元気になった。俺だ。なんだ、何をやるんだ。林の推薦作品で、なんとですね、吉永文先生の新刊です。なるほど。玉木と天音という一巻で完結している作品で、なんとですね、16年ぶりの新作ということで、みんな心して読むように正座して読むように大丈夫かな、うんはい、私はやっぱじんわりやっぱ絵本を読ませてきましたオスって感じでページを閉じました。そしてこれはみんなで読まねばってなんでありましたそうかそうか読ませていただきます、はい、次回はその作品を取り上げたいと思います、サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください、チャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いいたします。ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林とただといさきでした。また次回お会いいたしましょう。さよなら。また。